おいしいご飯を作れば可愛いあの子もおいしいねってとびきりの笑顔を見せてくれるよ。皆さんこんにちは、滝沢でございます。本日はとてつもなく皆様にお勧めしたい商品がございますので動画を作らせていただいております。一人暮らしと言わず一人暮らしじゃない方々もぜひとも参考にしてみていただきたいんですけれども、それは何かと言いますと、こちらババン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 、なんだろう、スワンフレキパイプ、拡大というメーカーのスワンフレキパイプというやつでございます。まあ、実際これは、ね、使用済みなんですけれども、まあ、どういうものかといいますと、普通にこう、ね、フリキ管、なんかこういう感じにするのをグデグデ曲がるのをフリキ管なんて言ったりするんですけども、フリキタイプの水道でございます。僕が今、このマンションに入ったときには、この水道がついてたんですよ。もう結構まあガタガタでね、大丈夫かなって感じですし、でなおかつその、ね、背がすごく低いから、その洗い物がとてつもなくしづらかったんです。もう普通にここをから水が出てくるから、そのここ以下でしかその洗い物できないわけですからね。なんかこうね、洗い物がバーッと溜まってきて、まあね、ここまでその傘があったりとかすると、もう水が流せないみたいな感じですごい不便だったんですけれども、これを交換することでとてつもなく便利になりました。本当に皆さんぜひ、トライしてみてくださいませ。僕はこの水道をそもそも、ね、取り替えなきゃダメなのかなと思ってたんですけれども、なんかこのレンチを使って、ここの塗水口、吐く水の口と書いて塗水口というのらしいんですけれども、塗水口だけを、ね、変えることができるみたいなんですよ。レンチで、ね、こんな感じでこう根元を回すと、すんげえ開けなく、すんげえ簡単にこれが取れます。こんな感じで。で、もちろんこちら側も、ね、その水が出ているだけなので、ね、今水出すとこのわーっとこの噴水状態になってしまうんですけれども、これではちょっとまずいので、このフレキパイプをつけていくわけです。これはまあ用済みなんですけれども、まあ、退去するときに多分つけてたほうがいいと思うので、まあ、これ一応取っておくわけなんですが、水栓のハンドルを閉めて水を止めます。使用中の水栓のパイプなどをレンチなどで緩め、水栓本体よりパイプを取り外します。取り外しました。で、このときに、この中にその、パッキン、この黒いこのパッキンというパーツがあるらしいんですけども、これが残ってないかを確かめたほうがいいみたいです。たまに残ってるみたいなので、それをチェックしましょう。で、その次、ちょっと見づらいので拡大をしましょう。こんな感じです。今、普通に水が噴水の状態になっております。で、さっき言った通り、ポンピンのパイプナットについている白キャップを外して、パッキンと樹脂リングがついていることを確認し、パッキンのみを水性本体に入れます。パッキンや溝側は水性本体に向けます。とのことですが、まあ、どういうことかといいますと、普通に買ってきた状態だと、この商品がこうなっているわけなんですよね。で、この白キャップを外しますと。で、パッキンと樹脂リングがついていることを確認しますということです。で、その次、このパッキンのみ、この黒いやつ。なんか溝がある方と溝がない方があるんですけれども、この溝がない方、水がある方をこっち側に向きます。なので、つまりかぶせるような形でちょうどですね、入れてみましょう。普通に指でグリグリとやれば入ります。これで OK。で、その次、ポンピンを水栓本体に取り付けて、パイプなどをレンチなどで締め付けて固定します。つまりこれを突っ込むわけです。いきましょう。スイッ。硬いかもしれないですね。いけるかな。ほい。お、入った。よいしょ。入りました。で、これでこのレンチを取り付ければ OK と。ある程度硬くしておきましょうか。抜けたら困っちゃいますからね、これね。でもあまり硬すぎて壊してもよくないので、まあ、ある程度のところで OK と。これで OK です。で、最後の手順、水栓のハンドルを開いて通水し、水漏れがないかを確認します。通水してみましょう。スイッ！出たー！これでこの管がもうどこにでも行くことによって、今その、ね、ビデオカメラに向かってその、ね、放射することもできますし、基地を水浸しにすることもできますし、いろんないたずらができるようになったわけでございます。で、何気にこれその泡沫タイプってやつでして、その泡を含んでるんですよ。わかりますでしょうか。こんな感じでその泡、白くなっててその、ね、手に当たると泡が出てくるじゃないですか。何気にこの泡沫タイプの蛇口ってめちゃめちゃ便利で、なんて言うんだろうな、その洗い物してるときとかにさ、このバーって当たったときにさ、その水がバーって跳ねちゃったりするときあるじゃないですか。それがすごく少なくなるんです。
まな板に直接噴射しても、ね、こんな感じです。普通の今までのこういう塗水工だったらね、そのまな板にこうバーンとやるとすごいバーって水跳ねちゃったりとかしたんですけれども、そういうのがすごくなくなるわけなんですね。で、ある程度その節水効果にもつながりますし、あとその作業のしやすさ、まあ、そういう量がすごく多く、錯覚してるだけなんですけども、量が多いような感じで洗い物とかができるので、何かにすげえ便利という感じです。てなわけで、皆様よかったら、こんなことも検討してみてくださいませ。ここのレンチの、サイズだけ気をつければ多分、大丈夫だと思います。僕の場合はこの取り付け部、外径 16mm とあったんですが、この16mm が多分ここのサイズだと思うんですけど、ここの 16mm を参考にやった感じですね。違うのかな、まあ、ちょっと何 mm だかわかんないですけども、とりあえず一番不安な方は、普通にとりあえずまあバーンと外してみて、普通に上下とかで長さを測ってみてくださいませ。で、普通に僕は Amazon とかで買ったんですけれども、2000円、3000円ぐらいで買ったと思います。で、僕は 16mm の、300mm ですね。ここの長さが。30センチのものをチョイスしました。その辺は皆様のキッチンの大きさとか好みに合わせて調節していただければという感じです。というわけで、今回の動画はこちらで終了。私のお勧めしたい商品としては、特大0755スワンフレキパイプ。16mm で、僕の場合は300mm でしたけれども、皆さんはいろいろと調整をしてみてくださいませ。それでは、ぜひ参考にしていただいて、また違う動画でお会いしましょう。さよなら、バハハイ。